鉄チンホイールにロールケージ装備点々 BRZ に用意されたスパルタングレードスバルのスポーツカー BRZ には鉄チンホイールとロールケージが純正装備されたスパルタンなグレードがあるといいます BRZ はスバルがトヨタと共同開発したスポーツカートヨタからは兄弟車として GR86 が展開されています。社名の BRZ は、ボクサーエンジン、ボクサーエンジン、ビアホイールドライブ、後輪駆動、ゼニス、究極の頭文字を取ったもので、2012年に初代モデルが登場。現在販売されるのは2021年に登場した2代目モデルです。ボディサイズは、 全長 4265mm× 全幅 1775mm× 全高 1310mm。ホイールベースは 2575mm です。エクステリアでは、スバルのアイデンティティであるヘキサボングリルを中心に、超低重心をフルに感じさせるローワイドなスタンスが特徴的。 リアフェンダーが力強く張り出したグラマラスなボディ面がスポーティーさを際立たせます。インテリアは走りへの期待感と運転への集中力が高まるという水平基調のデザイン、低い両線のメーターバイザーとともに良好な運転視界を実現しています。パワートレインには 最高出力235馬力最大トルク 250nm を発揮する2.4リッター水平対向4気筒エンジンを搭載し後輪を駆動します。これに組み合わされるトランスミッションは6速 AT もしくは6速 MT が選択可能です。水平対向エンジンにより超低重心パッケージングを実現し、 爽快なドライブフィールを実現する喫水のスポーツカーである BRZ には、交換前提の鉄チンスチールホイールとロールケージを装備した、カップカーベーシックというグレードが用意されています。このグレードは、ワンメイクレース、トヨタ画像レーシング GR86BRZ カップ、参戦用車両として開発されたもので、 前述のロールケージのほか、6点式シートベルト用アイボルト、空冷式のエンジンオイルクーラー、リアデフ冷却フィン、フィン付きデフキャリア、専用フロアマットが装備されるほか、シートサイドカーテンシールドエアバッグが取り外され、キャンセラーが装着されており、レース参戦向けベース車両として完全な仕上がりです。 トランスミッションの設定は MT のみ、価格は消費税込み3 3万5000円で、2022年8月発表当時、販売計画は年間30台ほどとなっていました。ちなみに、トヨタ画像レーシング GR86BRZ カップ参戦用ということで、同様の仕様が GR86 にも用意されています。